今回は、アンクルトムの小屋、まあこれは日本語でもね結構訳音が出てるので、まあ、あの内容は皆さん知ってる方多いと思うんですけども、これはなかなか英語で読むのは大変で、まあ、奴隷の英語ってのはちょっと読みにくいんですよね。ちゃんとした文法になってないところが多いので、あとはあのケンタッキーとか南部の人の荒くれ者っていうんですかね、そういう人が喋る英語とか、まあ、非常に読みにくいところもあったんですけども、まあ、あの頑張って内容を追いかけましたけども、まあ、一番最初このアンクルトムが、まあ、雇われてるご主人っていうのは結構優しい人で、いい人なんですけども、あの借金をして、そのトムと何人か売り飛ばすことになってしまうわけですね。で最初そのもうトムとそれから別の女の人とその子供がおられることになったんですけども、その女の人が自分の子供とね、あの別れ別れになるのは当然もう嫌だ、もう嫌だって、そんなできないということで、あの逃亡するわけですね。でその逃亡奴隷ですね、まあ、英語ではフュージティブって言ってますけど、でその逃亡奴隷の話から始まっていくんですけども、でまあ逃亡奴隷からずっと、まあ、最終的にその人たちはカナダに逃げていくわけですけど、まあ、本の後の方に出ますけど、まあ、話はやっぱり、トムがずっと主人公じゃないんですけども、まあ、そのトムが売られていった相手が、まあ、南部の農場主なんですけど、もちろんコットンの綿のね、その人は結構温和で結構フリーな人なんで、トムとしてはラッキーなんですよね。でただトムとしてはその人があまり宗教心が厚くないので、トムは結構宗教心の厚い人で、黒人ですけど、黒人奴隷ですけどね、なんでそんなにこう宗教的でないのかっていうのはちょっとこう不安があるところがあるわけですけども、まあでも非常にいいご主人様で、まあ、そこの家族も、まあ、ちょっと奥さんは奴隷を人間扱いしないところがあるんですけどね、まあ、それが問題で、最終的にはそのご主人様が病気で亡くなってしまって、トムが売られることになったわけですね。他の人たちと、その他の人っていうか、そこで働いている人全員が売られることになって、でトムは、今まで2人とも2人のご主人様は非常に優しい人だったんですけども、最後がもう残酷極まりない、まあ、ご主人様に飼われてしまうわけですね。でそれでまあ何をやってもこのトムは非常に高潔な人で奴隷なんですけどね、会う時その冷血なご主人様に同じ奴隷を無知で殴れって言ったら、そのことするんだったら死んだ方がマシですよって言ったわけですね。で他の奴隷がそれを見てなんかジーザスクライアストみたいなことを言うわけですけどね。でまあ仕事は非常に有能なんですけども、逆にそれが、まあ、ご主人様の頭に来たのか、最終的には瀕死の重傷を負うぐらいに殴られるわけですね。でまあ余命何日もない状態でこうさまよっている時に、彼がイエス・キリストが目の前に現れてくるというシーンがあるわけですけども、でまあこうやってこれを克服すれば、あなたも同じように私と同じようなところに行けますよみたいな話があるわけですよね。でまあそれを見て、まあ、トムはですね非常に喜ぶわけですよね。で最後の方にその一番最初に宿られたご主人様の息子、もう大人になってるわけですけども、その息子がですねトムを買い戻しに来るんですけども、もう来た時には時すでに遅しで、まあ、トムはもう本当あの時のマスターがこんな大きくなって私を買い戻してくれたって、それだけで嬉しいということで息を引き取ってしまうわけですけどね。でその若いマスターが、まあ、そのトムの亡骸をその残酷な農場主のちょっと離れたところで、ちょっと郊外のところまで連れて行って埋めるわけですけども、それで自分の家に帰って、まあ、トムの奥さんがいるわけですよね、子供も。で、まあ、奥さんに事情を言って、もうトムはもういないということで、まあ、奥さんは、まあ、嘆き悲しむわけですけども、それでその若きマスターのところで働いている奴隷に対して、この若き主人がですね、もう奴隷制度なんか生んだれだと、こんな非人道的なことはしてはいけないということで、そこで働いている奴隷全員にですね、
解放してあげるというんですね。そしたらその奴隷たちは、いや私たちはこの農場に残ってあなたのために働きたいっていうわけですね。なんでもうすごく優しいそのご主人なんですね。お父さんの時と一緒で、その若い主人が、まあでも一応この若い主人が奴隷たちにフリーペーパー、君たちは自由の身なんですよという紙を配るわけです、念のために。なんでかというと、自分その若いご主人が亡くなったら売り飛ばされる可能性があるということで、あなたたちは自由だけどもここで働いてるんですよということなんですよね。まあそれで最後に筆者がこの本を読んでいる方に訴えたいんですけどって、まあ、特にノーサンサウって書いてましたけども、アメリカの南北の人たちに対して、こんな非人道的なね制度を野放ししておくと、いつか神の怒りが起こることになりますよということで、それで終わってるんですけどね、最後が。まあいろんな奴隷制度の、まあ、ウィートバス市場の話とか、ちょっとびっくりしたのは、フィッピングハウスってあるんですけど、あるらしいですね。フィッピングハウスっていうのは、鞭打ち専門の場所。すなわち飼い主が例えば女性とかでちゃんと鞭打てない場合は、その鞭打ち専門の場所があるみたいですね。白人の人が他の農園の農場で働いてる人の奴隷をそこで鞭打つ、そういう場所があるらしいです。だからまあ、だから何ですかね、そのまあ雇い主からしたら、自分は鞭打つの嫌だから他の人に打ってもらうみたいな感じ、そんな場所があるらしいですね。フィッピングハウスって書いてましたけど、はい、まあいずれにしても、まあ、どれほど奴隷が残酷なものか、奴隷制度がね残酷なものかっていうのを、この筆者がハリウッド・ビーチャー・ストーブという人ですけども、この人実際にリンカーンに会ったんですよね。南北戦争中かな、その時リンカーンがこの人に言ったんですね。あなたが南北戦争を引き起こした人なんですねっていう。確かにこれ読んでたら、まあ特に北部のこの人は南部だけじゃなくて北部の人も責任があると言ってます。実際にはこの本には書いてませんけども、アフリカからヨーロッパに奴隷が集中集められて、そこから船でアメリカに来て、アメリカの北部にまず来るわけですね。そこから南部に輸送するのは全部北部の人の船なんですね。ですから、それからコットンもそうですけども、そういう輸出するときにもこの北部の船、だってその北部の船がそういう貿易を牛耳ってたっていうのがあるので、やっぱり恩恵を被ってるわけですよね。だから自分のところにはそんな奴隷いないからって言って、あいつら南部をこう攻めてるけども、実際は北部の人たちも同罪なんですよということを、この筆者が最後に、南部も北部もの人もこういう制度をほったらかしにすると、さっき言ったように神の怒りを買いますよということを、まあ、言ってるわけですね、はい。まあ、冒頭にも言いましたけども、非常に分かりにくい英語ですね。奴隷の英語っていうのが、まあ、何回もくじけそうになったんですけども、まあ、それでも読み続けていくと、やっぱりこう感動的なところが、特に後半の部分がそれが多かったですね、はい。これはまあおすすめなんですけど、英語で読むのはかなりタフだと思います。まあ、でもね、英語で読んだ方が本当は臨場感があっていいと思うんですけども、まあ、でも日本語でもこれはね、もう実際言われた方がいると思いますけど、日本語でもいいと思いますけどね、本当の今、まあ、アメリカでね、この奴隷制度が終わっても何百年も経ってますけど、まあ200年は経ってないんですよね、まだ。でもね、100どれぐらいかな、 100年以上ですね、170年ぐらい経ってるのかな。奴隷制度がアメリカで250年ぐらい続いてましたから、この黒人に対する差別がなくなるには、あとやっぱりね、70年か80年ぐらいいるかもしれませんね、はい。まあ、それぐらいやっぱりアメリカにとっては根深い問題ですよね、奴隷制度っていうのは、はい。それが今にもずっと息づいている、関連しているということですよね。まあ、そういう意味でもこの本は非常に読んでよかったな、まあ、物語の内容的にもよかったし、その奴隷制度から今の黒人の問題、それを理解するのにも非常に役立ったなと思います。はい、ということでまた次回は、
ノンフィクションを読もうと思います。